アニメ愚かな天使は悪魔と踊るにて猫のボクサーチャム役を演じることになりました田中真由美です。シュッシュッシュッドラ。初め聞いた時はね、はいと思いましたけど、まあ相手の犬のボクサーがね、野沢雅子さんってことだったんで、あれ私今まで真子さんとは戦ったことはないの、要するに味方だからね、あのでもまあ、 真子さんと戦えるっていうのはなかなかね、あの嬉しいことですね。声優としてもありがとうございます。なんとね、なんか野沢雅子さんを敵に回して恐ろしい恐ろしい思いっきりバトルさせていただきました。ラブコメですからね、まあいろんな要素が含まれている作品なので、いろんな年齢の方に楽しんでいただける作品になっていると思います。なんとテレビアニメなんですってこれ。嬉しい。私あのほら最近ね、若い方はテレビを見ない、テレビ離れとか言うじゃないですか。私は相変わらずテレビ大好きおばあさんなんですよ。きっと真子さんもテレビ大好きおばあさんだと思いますけれどもね。はい、愚かな天使は悪魔と踊る、ぜひ放送を楽しみにしていてください。